よ、1本止めろよ。はい。王子大シーガラスの攻撃は4番ピッチャー篠崎光陽くん。そう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 、いいコース、いいコース。正直最初はレフトフライだと思ってましたけど、まあ入ったんで嬉しかったです。試合負けたんで今度はマロ大ジャイアンツに勝てるようになりたいです。桜リーグが1回も勝ててないので次の大会で勝てるように頑張ります、はい。